We're back on Soul Art Online Alicization Licorice again, and today we gotta do a... Okay, I mentioned it every time the game is made. I mentioned it many times with the side mission, correct me if I'm wrong. Well, yeah, yes, I gotta do... Oh, wait. Oh, did it leave me? Oh, what is it? That one, wait, well, I have a lot of new. Shit, I didn't even notice that. Oh man, it's. Well, I didn't notice it from the beginning and it has a new stuff. Oh. Wait, they had an update on. It was it? But I got it. To. The mission. This one is. 50, this one is level 40. There's quite a lot of new stuff. This one I did finish. I didn't do yet because this one level. This one I already do. And this one I didn't do yet because I didn't up the, what's this called, the level up the characters. You need the characters to level up, to be honest. This one I don't know what to do because I didn't do the. Wait, all these are over hundreds. So because I didn't finish the most mission yet, so we gotta do okay. Let's do the mission, okay. Let's get on. いや、シリカ、何しているんだ？ちょうど砂漠に出没する害獣を倒してほしいって要請がありましたので、その依頼をこなそうと思ったんです。砂漠の害獣か。一人だと危ないし、俺も一緒に行こうか？本当ですか？キリトさんが一緒に来てくださるならすっごく助かります。統計的にも。統計？あ、いえ、何も。ああ、それじゃ一緒に行こうか。では行く前に持ち歩きできるお水を買いましょう。あ、そうだ、水分補給しないとまずいもんな。シリカはしっかりしてるな。そうでもないですよ。ではお店に行きましょう。うちのお水の方がいいと思います。そうなのか？はい、このカリオ果汁という成分が入っているお水はほんの少しだけですが、天命を回復する効果があるんです。砂漠の暑さは天命を削るほどのものだと聞きますので、回復効果付きのものは必要だと思って。おお、詳しいな、シリカ。なんでこんなこと知ってるんだ？あの、私って一応このハイレベルアカウントで学者、賢者の職業を選んでいるので、格好だけ学者風ってわけじゃなくて、いろんな知識を身につけて学者ポジションになりたいって思ったんです。なるほど、本物の学者さんってわけだな。なんだかそう言われると照れちゃいます。でも知識ってどうやって集めたんだ？それはカーディナルさんの大図書室をたまに訪れて本を読ませてもらっているんですよ。なるほど、確かに大図書室にはいろんな本があるもんな。何でも調べられるってわけか。はい、この世界の知識ならもう何でもバッチリですよ。でももっと詳しくなれるように、賢者として皆さんをサポートできるよう頑張って勉強します。ああ、頼もしいな。それじゃ物資も調達しましたし、
そろそろ行きますか。ああ、出発しよう。炙るような暑さは。なあ、もしリアルワールドだったらここってどれぐらいの温度だと思う？体験したことのない暑さなので分かりません。60度を超えているのかもしれません。60度？それはさすがにないんじゃないか。はあ、シリカ、眠いのか？あ、ごめんなさい。昨日も徹夜でカーディナルさんの大図書室の本を読んでいたので。え、そうなのか。体に響くし無理はしない方がいいぞ。そうですよね。ごめんなさい。まだ徹夜は2日目なんですけど。まさか二徹なのか。なおさらダメだって言っても、俺も一夜漬けはよくやってたけどさ。だって読み出したらいろいろ止まらなくて。おい、大丈夫かシリカ。今どっかに行ってなかったか？すみません、あまりの暑さでつい。眠気の上にこの暑さ、まずいな。無理はしないように気をつけないと。お水。シリカ、それ最後の水なんじゃ。ごめんなさい、思わず飲んじゃいました。でも水を飲まないとこの世界でも熱中症のようなものにかかるって書いてあったので。確かにそうだけど、害獣が出たっていう場所までもうちょっと歩くぞ。はい。でも地図によると小さなオアシスみたいな場所が目的地の近くにあるみたいで、そこの水は飲んでも大丈夫って本に書いてありました。さすがシリカ、何でも知ってるな。あ、そういえば。ん？なんだ？シリカに見つめられてる？変化なし。どうかしたのかシリカ？よし、こいつらを倒せばいいんだな。はい、そのようです。シリカ、大丈夫か？はい。それでは行きましょう。
お疲れ様、シリカ。シリカ、なんか顔が真っ赤だぞ。なんか目もぼーっとしてるし。よし、それじゃあ戻るか。はい、そうしましょう。でもその前に。なんだ。私はどうしても砂漠で確かめたいことが。確かめたいことってなんだ。でも暑くてフラフラする。おい、熱中症になりかけてるんじゃないか。こういう場合ってどうすれば。薄着になれば暑さの体感がマシになると言います。ワンピースの下にインナーの服を着ているのである程度は脱げるんですが。でもなんだ。この防具には素晴らしい防御効果があるんです。万が一に備えて脱ぐわけには息はせい。シリカ、嘘だろ。まさか本当に熱中症に。まずい、とりあえずどこかに避難させよう。あ、そうだ、オアシスで水分補給ができるって言ってたな。シリカ、悪い、勝手に背負うぞ。水だ、オアシスだ。蜃気楼なんかじゃないよな。いくらシリカが小柄だって言っても、この暑さの中人を背負って歩くのは至難の業だった。2日連続で徹夜なんてするから余計に体が弱って熱中症にかかったのかもしれない。そこまで頑張らなくたっていいのに。シリカは相変わらずだな。とりあえずは看病だな。熱中症ってどうやれば治るんだ。まずは少しでも体温を下げないといけないから。ごめんシリカ、ちょっと服脱がせるぞ。あとは氷で頭を冷やしたりすればよかったような。よし、それじゃ氷を出そう。ジェネレートクライオゼニックエレメント。この氷でシリカの頭を冷やしてしばらく様子を見よう。ダメだ、冷やし続けたけど全然起きる気配がない。これって本当に熱中症の類のものなのか。何かもっと大きな病気だったりしたら。シリカ、さっきまで赤かったのに今は顔色が真っ青だな。無茶しすぎるからだ。どうにか起きてくれたらいいけど、2日連続徹夜なんてどうかしてる。みんなの役に立ちたいって思うのはすごいことだけど、限度というものがあるし、やっぱり無茶やめてもらうよ、はっきり言わないとな。でも言い方が優しかったらシリカはきっとまた無茶をするんだよな、性格的に。よし、ここはきちんとシリカの無茶を叱ろう。自分の体を大切にしてもらうために。シリカ、目が覚めたか。私なんでこんな。キリトさん。あ、よかったシリカ。私なんで脱いでるの。それからキリトさんの顔がこんなところに。キリトさん、あのこれは。まったく、シリカは本当に悪い子だ。え、悪い子。ああ、無茶を。そんな、私覚悟とか心の準備が。え、心の準備。まずは教会で婚姻の誓いを立てましょう。口付けなどはその後じゃないと目録に背いちゃいます。いえ、口付け以外なら大丈夫。でも良くないです、良くないですよ、そんな。
何かを勘違いしているのか。いや、分かった気がする。もしかしてこの体勢と顔の近さが原因か。ごめんシリカ、つい熱中症で倒れたシリカの様子を見ようとしてこんな体勢に。それから体温を下げるためについ服を。本当にごめん。熱中症？そういえば私倒れて、それから。今すぐ離れる。腰こそ本当に悪かった。いえ、私こそ。今すぐさっき私が口走ったことを忘れてください。オアシスのお水、美味しいです。水もっと飲んだ方がいいんじゃないか。1時間は意識が戻らなくて本当に心配したぞ。このぐらいで大丈夫です。ごめんなさい、看病してもらっちゃって。そんなことはいいけど、まったくシリカは無茶しすぎだよ。2日徹夜するなんてダメだ。ごめんなさい。叱るみたいな言い方で悪い。気持ちは嬉しいけど、自分の体を一番大切にしてほしいからさ。言葉のあやだけど、シリカを叱ろうと思って。叱らないとずっとシリカは無茶しそうだったから。そういうことだったんですね。なんかそういうキリトさんもいいな、なんて思っちゃいましたけど。って、なんでもありません。そうなのか。なんだかよくわからないけど。なんだ。なんだ、また見つめられてる。キリトさん、このオアシスに来てからどれくらい経ちましたか？鐘が2回鳴ったから1時間かな。ここに来てからは獣と戦ったりしてませんよね？まあ、してないな。そうですか。やっぱり減少してますね。1時間に 10% ぐらいでしょうか。もしかして天命の数字か？はい、そうなんです。さっきは黙っててごめんなさい。私、ステータスが見える全通目のスキルを使ってデータを取ってたんです。気候の変化によってどれだけ天命に変動があるかなんですけど、自分の数値だけだと正しいのかどうか、個人差があるかどうかが分からなくて、誰か他の人の数値も知りたかったんです。さっき見つめられた時、もしかしたらそうなのかなって思ったんだけどさ、無理に聞くのも悪いから聞かなかったんだ。さすがキリトさん、察しが良いですね。ごめんなさい、実験台に使うみたいで悪いと思ってちょっと言い出せなかったんです。いやいや、俺はそうやって調べてくれるとありがたいよ。ステイシアの窓は普通にしてると見えないからさ。そうですかね。ああ、シリカはやっぱり賢者だな。そうやって統計を取って調べようとするなんてさ。はい、私、知識を生かしてもっと皆さんの役に立ちたくて、そのためには本を読むだけじゃいけないと思ったんです。その情報は足で稼がなくちゃと思って。さすがだよシリカ。でも無茶はダメだぞ。本当に心配したんだからさ。はい、肝に銘じます。いや、でも本当にシリカは何でも知っているから助かるよ。あ、そういえばさっき教会での誓いだとか言っていたけど、シリカは婚姻の知識についても調べたのか？結婚制度が一夫一妻制かどうかって気になるじゃないですか。たまたま見ただけなのに一夫一妻制かどうかが気になったのか。それは
えばこの世界でモテモテな男の人はどれくらいの数の奥さんをめとれるのかななんて思って。へえ、そんなことを考えるってことは研究対象がいるのか、その人がモテるのか。違わないけど違います。どっちなんだ。もう相変わらず鈍感。ともかくそっちの知識には全然詳しくなってませんよ。赤ちゃんがどんな風にできるかなんて知りませんし。赤ちゃん。いえ、なんでもないです。というかやっぱりさっき起きたばっかりの私が言ったこと忘れてないじゃないですか。いや忘れてるぞ。忘れた。お願いです、恥ずかしいから早く忘れてください。So funny thing is Silica got her history and he's thinking completely weirdly. Should I allow to say hey this word on his video? Hiya. I'm sound like Uncle Roger now, but I watch his video quite a lot. But instead his video, Uncle Roger's video is very good. Actually, it's very amazing. Yeah, I watched it quite a lot. I thought Uncle Roger's video. That's why I gotta say. So thank you so much for watching this video. Be sure to smash a like, subscribe if you are new, follow me on Facebook, Twitter and Instagram, the link in the description box below. If you wanted me to say hiya again, and I have no clue, but I'm okay with it. Maybe I should say okay with that, because I played the game Akinator the other day to say hiya on the video of Uncle Roger. Yeah, if you know what I mean. Okay, thank you so much for watching. Be sure to smash the like, subscribe if you are new, follow me to Facebook, Twitter, Instagram, the link in the description box below. I nearly lose my catchphrase on it. Lose my catchphrase. And see you guys soon. Assalamualaikum and goodbye.